ひでえな。被害女性は二人とも首を一突きか。一方の被害者は玄関付近から運ばれたようだな。吹かれてはいるが死体を引きずった跡が残っている。運んだ？なんでわざわざそんなことを。さあな。アンドレッドノート。おお、ここも楽しそうだな。ルイ、何を見ているんだ？旅行情報。どっか遊びに行きたいなと思ってさ。一人でか、物好きだな。なんでだよ、3人でに決まってるだろ。だ、そうだが。な暇どこにあるんだ。たまにはいいじゃんかよ。ほら、こことか楽しそうだぜ。シジマ島。シジマ島知ってんのか？知ってるっつうか行ったことがある。マジで？絶海の孤島って書いてあるけど、どんな島だった？楽しかったか？何人か死んだ。は？知らないのか？数年前に志島島で連続殺人事件があったんだ。あ、だからこのツアーこんなに安いのか。で、その事件解決したのか？それは当然だろう。後にネストの探偵になる高校生が二人も居合わせたんだからな。二人？一人はジンだろ？もう一人は天命大地だ。それアグリーダックの？あ、そっか、同級生だったんだっけ。そうだ。だが事件のことはもう忘れた。お前さ、そういう不愛想なところそろそろ直す気ねえの？あ、バカにしたな。そうじゃない。昔盾人にも同じようなことを言われたのを思い出した。盾人ってアグリーダックのレコーダーのキリ盾人？一緒に行ってたのか。当時は大地と盾人と3人でよく行動していたからな。相性いいのか悪いのか想像できねえ3人だな。それこそその志島島の事件の時に不愛想な奴だと言われた。ってことはその頃からジンの愛想の悪さは変わってねえわけだ。筋金入りだな。そういうことだ。強制は諦めろ。ミスか。また事件か。こんな立て続けに依頼が来ると確かに旅行どころじゃねえな。ミス、概要は？事件依頼です。推定項目、殺人、被害、二人、状況、自室で首を刺されて殺害、依頼要件、奇妙な現場。奇妙な現場ねえ。殺人事件の現場なんて大体奇妙だけどな。おお、言うようになったじゃないか。当たり前だろ、俺だってホークアイズのレコーダーだぜ。そういやそうだったな。だってめえ。さ、行くか。あ、ひでえな。被害女性は二人とも首を一突きか。一方の被害者は玄関付近から運ばれたようだな。吹かれてはいるが死体を引きずった跡が残っている。運んだ？なんでわざわざそんなことを。さあな。だが犯人がわざわざそうしたってことは何か意味があるんだろう。重要な手がかりってことか。てかこの被害者女の人だよな。ずいぶん髪が短いけど。はい、こちらはこの部屋の住人の一人、一色ひろえです。アルバイトをしながら舞台俳優をしていたそうです。死亡推定時刻は昨日13時。へえ、俳優さんか。で、依頼要件にあった奇妙な現場ってのはさっきの死体を引きずった形跡のことか。顔もだ。ん？明らかに血を拭った形跡がある。確かに犯人が拭いたようだな。よく見ると襟元にも血がついてる。うん、うつ伏せに倒れていたのを犯人が仰向けにしたんだろう。わざわざ玄関から運ばれて仰向けにされて顔を拭われた。確かに奇妙な状況だ。もう一人の被害者の様子は？こっちは特に妙なところはないけど、被害者二人とも顔が似てる。もしかして。ええ、二人は同居していた姉妹です。こちらのボブの方が妹の一色たまみ。死亡推定時刻は昨日17時。17時。姉の死亡推定時刻は13時だったはずだが。随分死亡推定時刻が離れてるな。まさか。いや、だとするとあの髪の断面も。ジン、いずれにしても動機は怨恨だろう。その線で容疑者を洗うのが早い。あ、なんで怨恨なんだよ、強盗かもしんねえじゃん。はぁ、あ、ない。今バカにしやがったな。テーブルの上を見ろ。テーブル？お、財布。
中身もそのままだ。部屋に荒らされた形跡もない。何より死亡推定時刻のズレだ。強盗であれば13時に姉を殺害した後、取るものを取ってすぐに逃げただろう。妹まで殺す必要がない。まあ確かにそうか。ってことは犯人は姉妹2人に恨みを持っていた。2人とも殺害することが目的だったとすれば、先に殺害されたヒロエが玄関から運ばれた理由も想像がつくな。そっか、犯人はヒロエを殺害した後、妹のタマミを待ち構えていたけど、玄関に死体を置いたままだと部屋のドアを開けたと同時にタマミが逃げ出す可能性があった。だから床の血痕も拭き取った。拭き残しがあったのは帰宅した一瞬だけごまかせば済むからか。わざわざ丁寧に拭き取る必要はなかったというわけだ。刑事さん、姉妹二人に深い恨みを持つ容疑者は？二人ともに殺すほどの恨みとなると今のところ見つかっておりません。特に姉のヒロエは周囲の評判が良く、誰に聞いても悪い話がなく。珍しいな。何が？どんな人間でも一人ぐらいには恨みを持たれるものだ。それがどんなに理不尽でどんなに身勝手なものだったとしてもな。よほどできた人間だったようです。しかし妹のタマミの方は逆に男関係に奔放で多くのトラブルを起こしています。タマミに恨みを持つ者は一人や二人ではありません。姉のヒロエを殺す動機のある奴は見当たらない。逆に妹のタマミを殺しそうな奴は多すぎて絞れないということか。対照的な姉妹だな。ジェン、何か分かったか？もう少し情報が欲しい。姉妹それぞれの親しい者に話を聞きたい。刑事さん、お願いできますか？わかりました。姉のヒロエと同じ劇団に所属する直森凛子です。ヒロエとは非常に仲が良かったそうです。どうしてヒロエちゃん。辛いところを申し訳ありません。お話を伺えますか？私でお役に立てるなら。ヒロエさんは今度の舞台で主演を務める予定だったそうですね。はい、ヒロエちゃんすごく張り切っていて。そのことでヒロエさんを妬んだり恨んだりしていた人は？そんな人いるわけないです。ヒロエちゃんは人望があって誰より一生懸命で、みんなのお手本でした。今度の舞台も新しい役柄に挑戦するって。新しい役柄か。え？じゃあヒロエさんの最近の様子で何か気になったことは？特に何も。あ、でもそういえば。そういえば？ヒロエちゃん、いつも妹さんのことを心配していました。特に最近は妹さん、別れた彼氏につきまとわれていたみたいで。その別れた彼氏、名前はわかりますか？確か、伊崎って言ってました。ありがとうございます。お時間を取らせてしまいました。はい。あの、何か？絶対に犯人を捕まえてください。許せないです。ヒロエちゃんがどうして？リンコさん。言われるまでもない。それが探偵の仕事だ。妹のタマミの元交際相手、伊崎薫です。タマミとは二月前に別れたそうです。伊崎薫です。さっき凛子さんが言ってたタマミにつきまとってた元彼氏だよな？そのようだが。タマミ、どうしてこんなことに。ひどすぎる。辛いところを申し訳ありませんが、お話を伺っても？はい。では昨日の午後、あなたがどこで何をしていたか教えていただけますか？え？まさか僕が疑われてるんですか？そんな。あー、ごめん、これ関係者全員に聞いてることで、疑ってるとかそういうのじゃないんだ。ならいいですけど。昨日から友達と旅行に行ってて、さっき帰ってきたばかりです。写真もいっぱい撮ったので。証拠になると。裏取りしましょうか？その必要はないな。行き先は海か？え？そうです。どうして？衣服や靴に塩を含んだ砂が付着している。少なくとも海辺にいたのは間違いないだろう。ホテルにも宿泊記録が残ってるはずです。
あとこれ、事前に作っていた予定表です。へえ、随分準備がいいな。昨日はこの通りに動いてたので、写真と合わせれば完璧な行動記録になると思います。ありがとうございます。念のためお預かりします。あの、そろそろ帰ってもいいですか。一人でゆっくり珠美のことを思い出したくて。その前に質問をしたい。はい、何でも。海に行く前の日は何をしていた。え、前の日。その前日は。は、ちょっと。さらにその前日は。何が言いたいんですか。僕はほとんど無職でお金もないから、一日中家で過ごすことが多いんです。毎日のアリバイを証明するなんて。友達と遊んだりは。友達多くないですから。そうか、ならもう一つ。まだ何か。その左手首の捻挫はいつできたものだ。捻挫？明らかに左手をかばっている。治りかけのようだから昨日今日にできたものではないだろうが。目ざといですね。海に行く前の日に風呂場で転んだんです。つまり一昨日か。あの、もういいでしょうか。気分が落ち着かなくて。最後にもう一つ。さっきこの部屋に入ってきた直後のことだ。それが何か。笑っていたな。え？手で顔を覆って。お前は確かに笑っていた。なぜだ。笑ってた。そんなことするわけないじゃないですか。僕にとってタマミは。隠したところで顔の筋肉のこわばり方でわかる。お前は確かに笑っていた。失礼すぎます。もう帰ります。さようなら。ああ、またな。刑事さん、伊崎香織に尾行をつけてください。見失わないように。わかりました。ジン、今の話。あいつ本当に笑ってたのか。間違いない。この目で見た。つまり伊崎香織は一色珠美の死を喜んでいた。じゃあ香織が犯人か。でもあいつアリバイは完璧だったよな。ああ、完璧だった。完璧すぎるくらいにな。つまりアリバイトリックか。あ、そういうこと。すでに真相はほぼ見えている。あとは裏付けだけだ。